ら紹介動画。今回紹介するのは今、画面を横切ってるこいつ。名前は松田愛子様。人体実験により太鼓にされたが、今は神になっている。それにしても人体実験なんて怖いよね。お前もなってみるか？え、まさか人体実験で松田愛子様を作ったのって？そういうことだぜ。私が人体実験をした、張本人だ。